ハムレット、ハムレット、フランス語、ハムレット、正確には、アムレだが、アムレットとも記載されるは、アンブロワーズ・トマが作曲したフランス語による語幕の、グランドオペラ。1868年5月9日、パリオペラ座にて上演された、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、ハムレットを素材にしたオペラは数多く、作曲されているが、この、トマの作品が最も有名である。 トマはハムレットをテノールとして作曲することを想定していたが理想的な歌手がいなかったためバリトンのジャンバティスト・フォルをハムレットに設定して作曲を進めた。これがバリトンを主役とするオペラの傑作の誕生の背景となった。またライバル視していたグノーが同様にシェイクスピア劇に基づくオペラロメオとジュリエットを1867年4月27に パリのリリック座で初演し、大規模な成功を収めたこともあり、作曲を力を注いでいたのだった。形式としては、ジャコモ・マイア・ベイアのユグノー教と1836年を代表とするグランドオペラの形式をとっているので、5幕または4幕仕立て、劇的な題材、歴史的な興味を引きつけ、大合唱やバレエなどの多彩なスペクタクル要素、 異国情緒などの特徴を備えている。グランドオペラとしては後期の作品となる。還元楽について見ると、トマの音楽は、とりわけ彼が主人公の不安な心情を探し求めつつ、シェイクスピアの原作に近づくとき、台本より、はるかに高い水準を示している。それは例えば、イングリッシュホルンの独創によって始まる有名な、生きるべきか、 死ぬべきかの場面やハムレットと母の対決の場面などのビッグ成功している場面などに見られる。ハミングの合唱はオーケストラの中にサクソフォーンを導入していることと共に大きな効果をもたらしたかなり革新的な試みである。トマはサクソフォーンをオペラに使用した最初の作曲家である。トマは音色の響きに非常に感じやすい耳を持ったオーケストラの大家であった。トマの ことに、木管楽器の音色に対する繊細な感覚は、一幕二場の城壁の場や四幕での農家の娘たちの踊りで示されている。声楽部分では、グランドオペラやベルカントオペラでは、狂乱の場が、ヒロインのために設けられることが多いが、オフェリの遊びの仲間に入れてくださいは、ベッディーニの心境、1835年のエルビーラが歌う。 あなたの優しい声が、とドニゼッティ作、ランメルモールのルチア、1835年でルチアが、歌う、苦しい涙を流せと並ぶ三大、狂乱の場となる。異国情緒の点では、北欧由来のメロディーが取り入れられている。それは、第四幕のオフェリの物悲しいバラード、色白で金髪の、ペイリーブロンド。スウェーデン民謡の一節によるものが、巧みに使われている。リブレットは、 ジュール・バルビエとミシェル・カレにより、フランス語で作成されている。シェイクスピアの原作からラストが大きく変更されており、オフェリの壮烈でアムレがクロードを殺害して、デンマーク王となることを宣言するところで終わっている。シェイクスピア劇の社会的需要状況の相違などから、初演時には大きな問題とならなかったが、時代を下るにつれて、原作を冒涜しているといった批判が現れるようになった。 なお、1869年の英国初演の際に、ハムレットが死ぬ結末の版が作曲され、これが使用された。一般的には、オペラ制作にあたって、原作の筋立てが改変されるのは、音楽的制約や、聖域別の主要な歌手や合唱への、楽曲のり当てなどの都合からむしろ当然なのだが、この場合、原作の知名度が非常に高く、 結末が異なっていたために影響が大きくなったものと思われる。加えて、この台本作家のコンビが作成したリブレットと、シェイクスピアの原作との間には、アレクサンドレ・デュマ・ペールとポール・ムーリスが1847年に協約した役本が存在していくことも指摘されている。この台本作家のコンビは1859年3月19日に、パリのリリック座で初演された。 グノーのファウストでも原作の大胆な改編を行っている。1868年のパリオペラ座における上演に、際してグノーはセリフを朗称、レチタティーボに変更、バレエ音楽を追加し、グランドオペラに改定した。当初はドイツなどで原作に対する冒涜だといった、非難を浴びた。しかし、結局これが現在上演され続ける成功作となっているという周知の事実が、 背景にあるものと見られる。オペラ研究家の騎士順心は、父の敵を倒したとはいえ、不義の母は、修道院に向かい、恋人をフェリは、狂い死にに、そのニーラエルトの憎しみを受けるアムレットには、もはや平安の時は訪れない。心の拠り所をすべて失った、彼は、真の孤独を抱えつつこの先の人生を、全うしなければならないのである。人々の歓声が盛大であればあるほど、 王子の虚しさも一層鮮やかになる。それはまさにオペラだからこそ描ける真実味。原作を超えるその無情感は今も色あせてはいないと結んでいる。エスプリの音楽の著者でモーツァルト劇場を主催し、1989年に本作の演出を担当した高橋秀夫はハムレットの色彩は暗いが共演の場のああ、 今日こそは追い払おう来楽さ、オフェリの狂乱の場の、さよなら、と彼は一体以下の史上、ハムレットと母の対話する、光を疑うがいいのリリシズム、亡霊の場の墓場のような早朝さなど、多様な音楽の変化が、アンブロワーズ・トマへの賛辞を引き起こすことだろうと、語っている。フランスオペラの魅惑の著者である、沢田はじめは、トマのオペラは、 シェイクスピアの原作をあちらこちら改変しているため、馬鹿げているとか冒涜だとか、拒否反応を示すシェイクスピファンが多かった。しかし上演されるのはオペラであって、演劇ではない。元の儀曲をなぞるだけの作品では、優れたオペラにはなり得ない。極限に置かれた人間のドラマが、歌と音楽を通して浮き上がる、現実的で、モダンな作品、それが、ハムレットなのであると述べている。 シェイクスピア劇のオペラを楽しもうの著者である福尾義明はハムレットには体冠式、演席、行進、バレエ、大合唱などのグランドオペラに付きものの道具立てが揃ってい、豪華な見せ場が地木を楽しませ、その上、亡霊の出現、劇中劇、狂乱の場などもある。盛りだくさんのこれらの道具立てが物体を賑わし、地木をそこに釘付けにする。さらに、第三幕は、 劇的にも音楽的にも見事な出来栄えである。ここにはハムレットの有名な生きるべきか死ぬべきかの哲学的モノローグがあり、元王の罪の意識と両親の葛飾の葛藤のアリアがあり、さらに全曲のクライマックスとしてハムレットと王妃との二重症による対決があり、彼女の非道の告白がある。この幕は正しく劇的緊張と迫力の連続であり、 聞き応えのある歌の連続である。都市、さらに、トマのオペラの一特徴は、イタリアのベルカントにも匹敵する表情豊かな、旋律美である。特に、オフェリのアリアやバラットでは、華麗な装飾音が、彩り豊かに旋律を飾り、また、装飾歌唱は、ハムレットの歌うシャンソンのように男性にも聞かれると指摘している。 1868年5月9日のオペラ座での初演は大成功だった。上等的なスタイルだったにもかかわらず、作曲が優れ、同時代の人からアルビー後の最も重要なオペラとみなされていた。ハムレットはミニオンに続くトマの最大の成功作で、初演後の5年以内にライプチッヒブダペスト、ブリュッセル、プラハ、ニューヨーク、サンクトペテルブルグ、ベルリン、 ウィーンで上演された。英国初演は、1869年6月19日に、ロンドンのコベントガーデンドイアルオペラハウスにてアルディーティの式、クリスティーナ・ニルソン、オフェリ、チニコ、カルシ、スタンリー、バガジョーロラの配役で行われた。オフェリの役は、初演時には、クリスティーナ・ニルソンが演じたが、その後も、ネリー・メルバ、アデリーナ、パッティ、マリア・バリエントス、 そして狂乱の場を断固たる調子で、堂々と歌い上げたマリア・カラスに至る偉大な歌手たちによって演じられてきた。ハムレットの役は声に輝きのある偉大な歌手を必要とするが、初演を行った、その後のビクトル・モーレル、モーリス・ルノー、アルチュール・アンドレーズ、ティッタ・ルフホたちは、特にそうした資質を備えていた。アメリカ初演は1872年3月22日に、 ニューヨークアカデミー・オブ・ミュージックにて、クリティーナ、ニルソン、カリー、ブリニョーリ、バル、ジェームズ、コレッティラの出演で行われた。なお、英国初演に際しては、ハムレットが死ぬ結末の番が差し替えようとして、特別準備され、これが使用された。日本初演は1948年に演奏会、形式ながら藤原歌劇団によって、大熊行動にて実現し、 1989年には松尾陽子が指揮を務め、モーツァルト劇場によって東京グローブ座にて舞台初演が行われた。1980年代からは本作への興味が回復し再び各地の歌劇場が取り上げるようになっており、近年歌劇場のレパートリーから外れるようになってしまったミニオンに代わってトマの代表としてしばしば取り上げられている。現在では オリジナルのエンディングの方が多く取り上げられているが、家、手ボり、歌劇場のケースのように同一の、シリーズ中でも日替わりでエンディングを入れ替えるような、対応をする上演形態も見られた。合唱、諸行、役者、兵士、召使い、デンマークの農民など BR バレエ団。舞台、中世のデンマークデンマークのエルシノール城内の、宮殿の広場 BR、で、 暗い序曲に続いて壮麗なファンファーレと入場行進で幕が開く。この暗い序曲は城壁の場への助走として再び用いられる。そこには人々が集まっており、2ヶ月前に成去した前王のヒジェルトリュードが前王の弟で王位継承者となっているクロードと結婚し、再び王妃となることを祝っている。この場面はブラスの輝かしい方向と大合唱で歌われ、 グランドオペラらしい、大変壮麗なシーンとなっている。王が現れ、デンマーク国民に対する忠誠を誓い、ジェルトルードの頭に冠を置く。王妃は王子アムレが姿を見せないので心配する。退官式は無事に終了し、宮廷の人々は王、王妃と共に退場する。宮殿の奥からアムレが一人現れる。彼は父の死後わずか2ヶ月しか経っていないというのに、 母がおじと結婚することに疑念と激しい嫌悪感を抱いている。そこに恋人、オフェリが現れる。彼女はアムレを愛しており、彼が宮廷を去るつもりだという噂を聞いて胸を痛めていたのだった。オフェリはアムレの苦悩を和らげようと優しく慰めるのだった。アムレとオフェリが初めて登場する場の音楽はハムレットが父親に復讐を誓う主題と、 同様に後の場面でも回想される。アムレは彼女の純粋な愛に唯一の生きがいを感じ、オフェリへの永遠の愛を誓い、オフェリと共にデンマークを離れて遠くに行こうという。彼は今も変わらず愛していると言って彼女を安心させると言い,い、二人は晴れ晴れとした調子で恋人たちの二重唱「光を疑うがいい、同手でラルミエールを歌い上げる。二重唱。 光を疑うがいいの戦律は、このオペラの重要な場面で何度か繰り返される。すると、オフェリの兄、ライルトが現れ、王の命令で婚姻にもノルウェーに向けて出発しなけれならなくなったと告げ、妹のことをよろしく頼むとオフェリをアムレに託し、アリアを歌う。遠くから祝縁の始まる音が聞こえ、人々が現れ始める。オフェリはアムレを結婚披露宴に誘うが、 彼は出席を断り、一緒に行かず、立ち去ってしまう。オフェリは祝宴に、ラエルとは旅へと向かう。宮廷の人々が現れが死傷が始まる。帝神のマルセリとオラシオが現れ、王子や群れはどこにいるかと尋ねる。人々がなぜ王子を探すのかと問うと、二人は昨夜城壁の上で、先代の王の亡霊を見たのだと小声で言い、そのことを王子に告げなければと言い立ち去る。 城が奥に見える空き地、月が雲間に見え隠れしている BR、場の前奏としては、長めの前奏曲が奏される。マルセリとオラシオが、前王の亡霊が現れるのを待ちながら、空地にやってくる。そこにやってきたアムレに、実は昨晩ここに、前王の亡霊が現れたのだと報告する。それを聞いて激しく動揺するアムレに二人の親友は、さらに王の亡霊は夜中に三度も現れ、 鶏が鳴くと姿を消したと話す。アムレが何も話さなかったのかと聞くと、マルセルは、亡霊は一切言葉を発しなかったと答える。アムレたちは、父上の亡霊は、必ず戻ってくるだろうと考え、同じ場所で待つことにする。やがて、真夜中の鐘が鳴り、舞台奥の方が薄明るくなり、全王の亡霊が現れる。アムレが、父上よ、なぜ読みの国から戻られたのかと問うと、 亡霊は、オラシオとマルセリに、ここを離れ、場を外すようにと手振りで指図する。アムレが、心配そうな親友たちを遠ざけると、亡霊は、弟クロードが、アムレの母と不倫をし、自分が寝ている時に耳に毒薬を注ぎ、暗殺したのだと語る。その時、王城から、祝縁の音が聞こえてくる。亡霊は息子に向かって、邪悪な弟クロードに、必ず復讐せよと命じ。 しかし母には危害を加えるな。ジェルトリュードには、天罰が下るであろうら、と告げ、消えていく。アムレは、父の言葉に従う言葉を例に誓う。王宮の庭 BR、オフェリは近頃アムレが、全く自分に無関心で、ほとんど彼女に声もかけず、彼女を、すっかり忘れたかのような、様子なので、その不安に苛まれる心境をとよして、サメインでプシアを歌う。 その心配を紛らわそうとオフェリは本を読み始める。アリア、さらば僕を信じて、と彼は言った。遠くにアムレの姿が見えるので、オフェリは、側に来てくれるかと期待しながら本を読み続けるが、彼は、なんと姿を消してしまう。オフェリは恋人を失ったことを嘆き、長大なアリアを歌い終わる。そこに王妃が現れ、オフェリの悩む様子にどうしたのかと尋ねる。 彼女は、アムレが、もはや自分を愛していないので、王宮を去り、どこか遠くに身を隠したいという。王妃は、そのような、軽率な行動はやめるよう悟す。実は、自分も最近の王子の様子がおかしいのに気がついている。しかし、それを正気に戻せるのは、オフェリの愛だけなので、王宮に止まるように説得する。オフェリは、王妃の言葉に従うことを約束して立ち去る。 そこに王が登場し、アムレの不可解な行動を怪しみ、もしや真相を知ったのではないかと王妃と話す。そこへアムレが来るので、王は話を中断する。アムレは王に王宮でパントマイムを上演してよいかと、許可を求める。王はそれを許可し王妃と共に立ち去る。そこへマルセルたちがコメディアンらの一座を連れて現れる。アムレは、 皆に酒を振る舞いシャンソン酒は悲しみを忘れさすで、遠征的人生観と、悲哀不拭を歌う。城内の大広間、仮設の舞台が用意してある BRO、王妃をはじめとして、宮廷の人々が、次々と芝居見物のために登場する。オフェリは、アムレの異常に険しい表情を見て、恐怖におののく。アムレは、オフェリの足元に座り、目撃が始まる。 アムレはこの劇は老王ゴンザーガとその妻ジュネーブの物語であると説明するが、それが前王と王妃であることが一目瞭然な衣装を着おり、その老王を弟が毒殺する場面を演じさせる。その時王は動揺し、芝居を止めよと命じ、芝居の幕はすぐに下ろされる。アムレはその時、狂気を装い、王の前に立ちはだかり、何時こそ父を殺害した罪人である。 父の復讐はなされなければならぬと叫び、王の頭から王冠を跳ね飛ばす。王は、あまりの侮辱に愕然とするが、アムレオ狂人と決めつけ奮然と立ち上がる。人々は驚いて、どうしたことかと騒ぎ、ハムレットは、狂人のように笑い、大混乱のうちに幕となる。この、劇中劇のクライマックスで、ハムレットが狂わんばかりに、酒の歌を歌うシーンは、最も劇的な場面の一つである。 他の者は恐怖の心境を歌い、壮大なアンサンブルフィナーレとなる。王妃の部屋 BR、アムレは母の二人の夫の肖像画を眺めながら、いまだになぜ復讐できるのかと自問しつつ、モノローグ、生きるべきか死ぬべきかと苦悩を吐露する。王が来る気配に、アムレは影に隠れる。王が兄の肖像の前に祈り、許しをこむのを見て、 アムレは殺すのは時期を見てとつぶやく。王は大臣ポロニュースを呼び、兄の亡霊を見たような気がするという。大臣は、そのような動揺が人々に疑念を起こさせるので、気をつけるようにと忠告し、王と共に去る。オフェリの父ポロニュースが共犯であったことを知り、アムレは、愕然とする。そこに王妃とオフェリが現れる。 王妃は息子に、オフェリとの結婚式を近々にあげるようにという。ところが、アムレは、オフェリに対し、まだ愛されていると信じているのか、修道院へ行けという。オフェリは、彼が送ってくれた指輪を返し、彼に約束を思い出させようとする。だが、アムレは指輪をあろうことか投げ捨ててしまう。オフェリは、あまりの仕打ちに溢れ出る涙を抑えて、足早に立ち去る。 残った王妃があなたは本当に狂ったのかというと、アムレは犯罪の始終をすべて知っているのだと言い、それを否定する王妃に二人の王の肖像画を示し、一人は賢明な王、もう一人は告白非道な男であるのに、それをあえて取り替えようとしたとはどういうことかと、急断する。王妃もついに自分を恥じ、アムレに許しを請う。そこに、突然アムレの目にだけ見える亡霊が現れ、 母親の命を奪ってはならぬと命じる。アムレは母に後悔なされたのなら静かに祈り、それから眠るように進めて立ち去る。フルート手動のゆっくりしたテンポの感想曲が流れる。子立の多い野原、奥には小川。夜明け BR、一転して快活で早いテンポの音楽となる。若いデンマークの農民の一団が入場する。心よい朝日を、 いっぱい浴びて、若い農夫が歌い踊っている。バレー、春の祝典、ラフェットジュプランタン余興バレーが終わると、白い服を着て、果敢をつけたオフェリが現れる。オフェリは、アムレの狂気を装う、上辺の肘鉄砲に悲嘆と絶望のあまり、精神が痛んでいる。彼女は歌う仲間に入れてと言って歌い出す。クライマックスの一つである、狂乱のレシタティーボと、バラードからなる。 私のお花を、皆さんで分けてくださいを歌う。自分は、アムレと結婚していると思っていて、放浪をする男たちを誘い込む、水のせいの話を思い出す。ペイル・イブロンド・ドート・トスース・エル、オー・プロフォンド。正気を失ったオフェリは、小川の深みに落ち、水面には白い布だけが残る。エルシノアの墓は BR。酒を飲みながら二人の墓掘り人が、新しい墓を掘りつつ、 この世のものは愛も富も名声も全ては虚しく、酒だけが人生の楽しみだという墓掘り人を歌う。そこへアムレが現れ、この墓は誰のためのものかと問うと、二人は個人の名前は知らないと言って立ち去る。アムレはオヘリの死を知らず、彼女が狂ってしまったことに対して、自責の念に駆られ、彼女に許しを来い、祈る。そこに、ライルトが帰国して、 妹の敵と剣を抜く。何とかして戦いを避けようとするが、ついにアムレも剣を抜かざるを得なくなり、二人は決闘になる。そこへ早々の行列が近づく。誰の葬儀かと問うと、ラエルとハアムレに妹の死を知らないのかと驚き、決闘を中止する。アムレは深手を負ってしまう。アムレはオフェリの死を知るや、彼女の死体に取りすがり、自害しようとする。 その時、再び亡霊が現れ復讐を促す。アムレは、葬儀についてきた王をめがけて、剣を突き刺す。オリジナル版結末、アムレは、一堂の前で、国王は全王を殺害したのだと叫ぶ。亡霊は王妃には、修道院へ行き、アムレは、国民の国王になれと命じる。全員が、国王万歳と合唱し、アムレは、悲惨な状況下で新たな責務を負うこととなって、幕となる。 英国上演用結末。その後、アムレは、自らの胸を刺し、オフェリの傍らに倒れて死ぬ。第1幕約52分、第2幕40分、第3幕35分、第4幕25分、第5幕約20分、バレー、約17分合計、約3時間15分。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。